皆さんこれ知ってますか？これじゃないやつも見たことあると思うんですけども、これはですね、防犯ブザーというやつでございます。やばい、これなんかすごい、やばいな、やばい、あ、やっぱ小さい子供とか持ってるかもしれないんですけども、痴漢とかストーカーとかね、不審者とかそういう人に追われて、ちょっと危険な時にですよ、誰も周りにいないと、助けてくれる人が誰もいない時にこれを引っ張ればでかい音が鳴るので、それを聞いた人が助けに来てくれるというものでございます。防犯ブザー、あんまりねこういうのは家で鳴らすものじゃないんですよ。でこの防犯ブザーなんですけども、俺は思ってしまった、ここを抜くとも音が鳴るんですよ。ここね、抜くとすぐ音が鳴っちゃうんですけども、その後止めるのが難しい。例えば今これ抜いて投げますよって感じでね、音がめちゃくちゃでかいんですよ。戻すのに時間がかかるから、仮に間違えて抜いちゃってとしたら、それ直すのにすっごい大変なんですよ。うるさいんですよ、ずっとピピピピピピピってなってるから、もう大迷惑なんですよ。止めないと音が止まんないっていう危険性も兼ね備えた、一歩間違えれば凶器になってしまう、そういう危険なものなんです。そこで俺考えた、今回ですね、この防犯ブザーなんですけども、この穴を刺す以外の方法で止めれれば一番いいのかなと思いまして、今回僕何個か作戦を考えてみました。防犯ブザーをこの正規の方法以外の方法で止める方法をちょっと調べていこうと思います。実際にちょっと一個ずつやっていきましょう。水っていうのはね、音が伝わりにくいんですよ。もうこれをポチャンで入れるだけで、ひょっとしたらもう音がなくなるかもしれない。もう一個あるんだよ、もう一個あるんだよ、こういう時もあると思ってもう一個準備したよ。うん、これ水に入れてもも死にそうじゃん。これじゃ誰も助けに来ないよ。意外と水効くな。音出した状態で入れてみましょう。じゃあ行きます。3、2、1。おおお、聞いてる聞いてる聞いてるよ。お、聞いてる聞いてる。出してみます。水は効きますね。なんかセミとかカエルとか、これすごいな、またたくさん入れてみたら音楽隊になるのかもしれない。結構買ったんで、ちょっと全部入れてみましょう。死んだな。では次行こう。金属でできてるわけですよ。金属類とか機械類っていうのはやっぱ熱に弱いんで、もう熱してみたらワンパンかもしれないですね。大丈夫です、すぐ行けよ。3、2、1。ゴー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 、早く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 、待って、これやばいから爆発する。怖い、爆発しそう。大丈夫かな。メリー、次。水とか炎とかっていうのはね、すぐ準備できないんで、まあ、手っ取り早く工具を使いましょう。ドライバーで開けれそうな穴の部分があるので、これでもさ、早く止めないとダメなんだよね。音が鳴ってからドライバーですぐ開けてすぐ止めれたらもう OK です。時間がかかるようだったら使えないですね。レディーゴー。早く早く、止まった。あ、余裕じゃん。これ早くね？これ有効だな。ドライバーあり。もう開けて開けてプツンで一発でした。やっほー！